名鉄岐阜市内線。岐阜市内線は、岐阜駅前駅から、中節駅まで、及び、鉄名町駅からながら北町駅までを結んでいた、名古屋鉄道、名鉄の軌道線。全線が、岐阜県岐阜市内を走行していた。2005年4月1日に全線が廃止された。岐阜市が地内を走る路面電車で、全線がほぼ道路上を走る平用軌道となっていた。 JR 岐阜駅北口から名鉄岐阜駅の西側を経て、鉄名町、千寿道館は、鉄脇通り、千寿道中節館は、中節橋通り、鉄名町ながら北町館は、ながら橋通りを通っていた。運賃は、全線均一性、廃止時点では170円で、直通する予線など、運賃計3キロが設定されている。 他の名鉄線にまたがって利用する場合は両方を合算していた。ワンマン運転時の乗車整理券に関しては、岐阜市内線のみ運行する列車では発行されず、伊比瀬に直通する列車では、中節駅から運賃が上がるために発行されていた。運賃は一乗車乗り切り制で、鉄名町駅で、身の町線に乗り継ぐ場合は、乗り継ぎ割引も存在しないため乗り継ぎ先で、 改めて運賃が発生していた。例えば新岐阜駅前から鉄名町経由で、競輪場前へ行く場合、鉄名町で運賃が一旦打ち切られて2乗車合計340円、かかっていた。突起なければ、路線廃止時点のもの。身の電気軌道によって、後の長良線の一部を含む駅前、後の新岐阜駅前付近から、今小町、後の大学病院前間が1911年。 明治44年に開業したが、中節方面へは1925年、大正14年になってか開業した。岐阜駅前停留場付近は、岐阜駅や新岐阜駅の移転などにより何度か付け替えられ、中節駅付近も伊比線中節駅移転により、細かい延伸を繰り返している。モータリゼーション、車社会の進展などの理由から、岐阜市は、 長年市内線に対して敵対的な姿勢を取り続けていた。1967年には市議会において路面電車廃止決議が可決されており、名鉄との協議で保証問題がまとまらず棚上げになったものの、同決議は現在でも有効となっている。岐阜市内線においては、平洋軌道区間における道路幅が狭いことを理由として、 通常は道路交通法で禁止されている軌道時期内の自動車の通行が許可されていた。このため交通渋滞に巻き込まれて電車が岐阜駅前停留場まで到達できず、新岐阜駅前停留場で運転が打ち切られることがしばしばあった。また同様の事情によって自動車の通行の障害になる停留場の安全地帯を 岐阜駅前停留場を除いて設置できず、乗降客は常に自動車との接触事故の危険性にさらされていた。しかし、交通行政を管轄する岐阜県警は、安全地帯設置、起動時期内自動車通行禁止、いずれに対しても消極的であった。安全地帯を設置した場合、 交通量の多い幹線道路である国道157号線などを、線バスやトラックなどの大型車両の通行が困難となるためとされる。1988年までは、岐阜市内線の一部として、鉄明町停留場から長良橋通りを北上し、長良北町停留場に至る通称長良線が走っていた、本来、岐阜市内線は、岐阜駅前長が北町間が本線で、 これに対して津明町中節官を中節支線という、岐阜中部未来博覧会開催の際に他の交通の障害になるという理由で同年廃止されたものであるが、この点においても岐阜市並びに岐阜県警の行政を受ける車優先の姿勢は一貫していた。このほか、長ら北町停留場からは高富線、千住道を停留場からは鏡島線が伸びていたが、 いずれも1960年代に廃止されている。岐阜市内線と一体的に運営されていた区間の廃止。1999年4月1日、美濃町線、新関美濃間。2001年10月1日、谷組線、前線、伊比千本、伊比黒の間が続く一方。1997年にはもう780系。2000年には、美濃町線系統にも800型と。 相次いで600ボルト線区用の新車を投入。サービスの向上を図った。2003年1月24日に、名鉄は、岐阜県内における600ボルト電化区間からの全面撤退に向け周辺自治体と協議すると表明。岐阜市はようやく存続の可能性を探るため、同年10月14日から11月28日まで、路面電車交通社会実験を行った。 主要停留所に仮設の安全地帯を設置し、かつ起動時期内の自動車通行を禁止することで、利用者の安全性と列車運行の定時性を欲し、このことによって利用者が増加するか否かを見極める目的で実施されたものであった。この社会実験は既存の利用者には好評を博したものの、利用者数の減少を止めるには至らず、 またドライバーからは安全地帯の設置や起動時期内の自動車通行禁止によって激化した交通渋滞への不満の声も上がった。なお、岐阜駅前から新岐阜駅前間は主要地方道岐阜停車乗船の整備に伴い2003年12月1日から廃止日前日の2005年3月31日まで休止された。なお、新岐阜駅は2005年1月29日に 名鉄岐阜駅と解消されたが、新岐阜駅前停留場の名称は変更されなかった。前述の社会実験の結果を受け、2004年に名鉄は岐阜市内線並びに、伊比線、美野町線、田上線、すなわち岐阜県内における河川電圧 600V の全路線について運営撤退を正式に表明、同年3月に起動法に基づく廃止許可申請書と、 鉄道事業法に基づく廃止届を提出した。名鉄の廃止表明を受けて、地元の岐阜市などでは、協議会を設置し、公設民営方式での存続の可能性について、検討を行った。継続に対して、署名運動が行われ、岐阜市内線、伊比線、美野町線の周辺地域から、7万人強の署名が集まり提出されている。新聞などでは、 当時の岐阜市長、細江重光は、この行動に対して、継続に対して前向きに検討すると回答し、と報道されている。また、沿線の自治会連絡協議会や沿線高校からも、鉄道存続の陳情や要望がなされていた。これら要望を受ける形で、岡山電気軌道、後に、南海電気鉄道岸川線を継承した和歌山、電説立に関連して、資金、 運営両面において支援を行った実績を有する事業者のほか、フランスからもコネックス、コネックス現在のベオリアトランスポール社が支援検討を表明、打診し、同年6月28日には、岡山電気軌道より同社が運行会社となった場合の試算が発表された。これらの支援策はいずれも沿線自治体からの公的資金投入を前提とした。 物であったことなどから不調に割り、同時期に、椿道の参拝不法投記問題を抱え財政。再建が、市場課題であった岐阜市は、利用客減少や財政難などを理由に、公共交通へ財政支援はできないとして、同年7月27日に存続断念を発表、岐阜市内線を含む、河川電圧6 0 0ボルトの、 各路線は、翌2005年4月1日付で全線廃止された。日本国内における路面電車の廃止は、2000年11月の西日本鉄道北九州線の以来のことであった。なお、細井市長の資金管理団体、日本一元気な県と岐阜市を作る会の代表者は、岐阜バスの相談役、当時、元社長を務める人物であり、 路線存続には反対の立場を表明していた。また、ギフバスには市側から補助金が毎年交付されていたという事情もあり、細江と同社並びに同社相談役との関係が市内線存続断念に影響したのではないかと市議会において追及されている。細江はギフバス相談役について社長を退任しておられまして、まあ人格、指揮権も大変優れた方と答弁した。 また、バス事業者の経営面でも、岐阜市内の岐阜バス、名鉄バス、市営バスのバス事業者3社で、赤字額が年間で合計10億円を超えており、バス事業存続が危機的な状況という背景もあった。2002年12月20日には、岐阜市がオムニバスタウンに指定され、バス運行の定時性、速達性等を高めるためバス交通基盤の整備。 強化を図ることになったという背景もある。存続断念に関する正式表明を受けた後、沿線自治体が中部運輸局や名鉄へ代替交通の確保の要請を開始したことから、通常路線廃止の6ヶ月前に事業者の決定が必要となる代替バス運行事業者の一募集開始時期は2004年11月にずれ込むこととなった。同年12月に 名鉄系列の岐阜バスが名乗りを上げ、同社が代替交通を担うことが決定した。バス転換当初は前期事情により代替バスの手続きが遅れたことから、バスや運転士の確保が間に合わず、積み残しの発生や、それを避けた利用者の自家用車利用による道路渋滞により運行遅延がなるなど、トラブルも生じたものの、なお、岐阜市内線エリアを管轄する。 岐阜中警察署の統計によると、路線廃止以前と比較して、人身交通事故件数、死亡者数とも、約20%減少したものの、通勤時間帯の自動車の道路通行量は5%増加し、また、東側方面、美野朝鮮運沿線については、最大渋滞長は伸びたものの渋滞解消時間は短縮された一方、西側方面、伊備千円線では渋滞長、 渋滞時間とも悪化したことが判明している。2005年8月に路面電車存続運動を継承する形で、関市でイオンなどが入居するショッピングセンター、マゴ、マーゴを運営するサンストラッセが600、ボルト電化区間への参入を表明。岡山電気軌道に運営運行業務を委託する形の新しい鉄道会社の設立を目指していたが、 廃線前に検討された上下分離方式を前提とするという必要な資金の大半を沿線自治体に移拠するもので温め賛同する自治体は現れなかった。また名鉄側も軌道敷地など資産の譲渡先は自治体に限るとして交渉には応じなかった。これらの動きを受け岐阜県は復活計画に具体性がないこと、雨天時のレールでのスリップや 当器のレールの凍結が交通事故の原因となることなどを理由として、同年9月6日から順次、県管理区間の道路の軌道撤去を開始し、同時期には岐阜市も主導区間の軌道撤去を開始した。一部区間では軌道を撤去せずアスファルト舗装で覆っている。施設の撤去が進む中、サンストラッセは2006年10月23日付で、軌道事業の申請を取り下げた。 また、2011年11月に、岩田智也、北海道総合政策部、加藤博和、名古屋大学が発表した研究、鉄軌道配線の影響分析、岐阜 600V 線区を対象として、によると、費用便益分析の観点からは、配線によって、全体の構成は増加するが、その大半が事業者の赤字解消であり、利用者にとってはバスに転換しても余剰が、 低下してしまったこと、かつては鉄軌道は岐阜の都市空間構造に影響を及ぼしていたが、廃線時点には影響を与えていなかったことなどが明らかになったとしている。2005年の名古屋大学の加藤博和及び学生による土木学会の発表でもラッシュ時のバス転換率は60%前後であった。通学面においても岐阜市内沿線高校の入試倍率が 廃線前年比一倍おる高校や職業高校が顕著で廃線が通学需要に影響を与えているとしている。日本鉄道旅行地図庁及び名鉄600ボルト線の廃線を歩くによる。2003年12月1日改正ダイヤでは新岐阜駅前中節間は朝5時台から夜22時台の運行でおおむね5から15分。 日中は15分間隔で運行されていた。1967年のも510型、も520型による、伊比線直通急行の運転開始後、この急行に加えも560型、も570型による中節までの電車が走っていた。朝夕は直通急行の設定がなく、も570型が急行として走るものもあった。その後市内線内運転は減便されていき、 も780型、も770系の投入によって、2001年10月1日改正のダイヤでは朝、夜の位置を除き、全列車が、イビセンと直通運転を行うようになった。それまで、黒の八着の急行、みの北方、中節折り返しが1時間あたりそれぞれ2本ずつの6本であったが、これにより、市内線区間でも15分おきの1時間あたり4本と、 なり、市内電車としての運転感覚とはお世辞にも言えなく、なった。それでも、名鉄の廃止路線の中では、本数が多かった。伊備線の急行も、市内線区間では、各駅停車とされた。それ以前の急行は、市内線の新岐阜、鉄名町、千住堂、西野町、中節に停車していた。一部を除き、ワンマン運転を実施していた。 鉄明町ながら北町間のながら線は1988年の廃止前には稲葉通威園の曲線通過の関係上、ほぼ小型のも550系の独占上、一部も560、型とも530型も入っていたで、ながら北町までのほか、稲葉通り折り返しのものも半数あった。夏の花火大会の時には、夕方から全列車を稲葉通り折り返しとし、も550系のほか、 も570型やも590型といった大型車も借り出され非見物客輸送に活躍した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。